合宿、まあ、ここに来るまでの合宿ではまず前に出るためにディフェンスでは前に出てタックルをすること、アタックではもう前に一人一人が仕掛けて全員でトライに向けて走り続けるということで、もう運動量というのをジャパンの武器にするためにトレーニングしてここの大会に臨みました。今日の試合はチーム全体としては、1試合目はの中国戦ではあまりその私たちのやりたいラグビーっていうのが半分ぐらいしかできなかったんですけども、だんだん試合をするに重ねていいプレーもだんだん増えてきて、その私たちのやりたいラグビーっていうのが近づいてきたので、今日はだんだん私たちもレベルアップしているので、明日にはもっといいゲームができると思っています。で、明日にはまず予選プールのオーストラリア戦が控えているので、まあ、そこで必ず勝つこと、そして今日初戦で負けてしまった中国にリベンジをして必ず決勝で優勝というのを目指して必ず優勝できるよういいパフォーマンスをしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。